でね、このモニターすごい性能が良くて、音量を4に上げても全然ノイズとかがないから、ちょせっかくだから音量を4に上げてやってみます。より臨場感が増すというか、音がでかくなる分びっくりするだろうね。ちょっと4でやってみっか。全然ノイズしないもん。だけどなんかこれ助けようと思ったらそこが抜けて落ちるとか絶対そういうパターンだもんな。まあ、行くしかないよね。でもいや、ちょっと待って、耳かい耳かい、なんでこんなとこで。なんでいつも俺これ重要なシーンでいつもなんか何かしらのトラブルが、アクシデントが起こるんだ。助ける、これがゾーイ？ゾーイ、ゾーイ。Not now. We don't have the time. Do you have both ingredients? 持ってない。Give me the serum ingredients. その前にちょっと、なんかいろいろアイテムとかこの部屋にはないんかい？ゾーイってこんな人だったんだ。意外と美人さんだね。Give me the serum ingredients. レベッカみたいだな、なんかちょっと。ミア？あ、待って、イングリディエンツ持ってきてからの方が良かったんじゃない？これ。ちょっと待って、イングリディエンツ持ってくるわ。絶対ルーカスいるだろう。はい、ディースラム、あれ？これか、ん？ヘッドと、あれ？アームどこ行った？あった。待って、今行く。大丈夫？ピア。おでこに当たってるけど。And give me the serum ingredients. Right here. This should be enough, right? If we make him fast enough, my father and Lucas aren't far away. お父さんも倒したよ。Daddy's coming. Good. There's enough for two. これ作れん。I got your back. So after we make the serum, what's next? There's a boat outside. We'll take it through the swamp. But...None of us will get very far without the serum. そんなすぐ作れるもんなの？ Hey, one of those is mine. ルーカス？ Get some land. Back to the house. I will be a bit. お父さん？もしかして。What? トレードアイテム全部取ろう。やっぱ炎か。炎使う。ジャック？なんかギミックとかさ、あ、弱点が目なんだな、これ。そういうことはまずいいとして、弱点目だな、これ。買い替えても2個あるから、これギルかもしれない。もしかして取れないアイテムは全部取ろう。よっしゃ、行くぞ。マグナムお見舞いしてやる。やばいやばいやばい、かかってきた。上と下どっちが安全だ？下だな、絶対上上がっちゃダメだな、これ。
つ待って、これ一回俺さ、やっぱりさ、あの旗は欲しかったな。ちょっとこれ、ちょっとやっぱ無理かも俺。これハンドガンこっちじゃなくてあっちのハンドガン、あ、でも持ってるか、まあ、10発全部使い切ろう。でもまずは多分これ上で戦うより下で戦った方があったかな。リロードはしないぞこのサンドガンを。上にいるときは下にいて、上に下に来たら上行けばいいの、もしかして。で、これのハンドガンはもう終わり。急げ急げ急げ。接近してた方がさ、攻撃食らわないとかそういうことじゃないのこれ。どこがこれ弱点だ、後ろか、後ろに回っておけば多分大丈夫なのこれ。全部目壊せばいいんだな。後ろは多分アンチだなこれ。引っかかって引っかかって、今はチャンス、マグナが一発から撃ってくってきて、オッケー分かったぞ。だから回復アイテム、回復がもうないから失敗したな、もうやり直す。何が今起こったの、顔面にマグナム打ち込みてえなこれ。外してる、さっきから動くからさ急に。そのかしゃがめばいいんだこれ、しゃがめば攻撃当たらん。攻撃したなと思ったらしゃがんでよければいい。意外と攻撃当たる範囲広いな、判定が。手壊したいね。うわ、そういう攻撃もあんのか。やべ、俺死んだかもこれ。ちょっとこれ1回目は無理かも。大体戦い方は分かったぞ。いや、この足と手はすごい狙いにくいな。いやー厳しい。ダメだー、もうダメだ、持たねえこれ以上は。よし、これでかわせんだな攻撃。それが分かれば次からなんとかなる。意外といけっかも。あ
と顔面にマグナム打ち込んで倒すんじゃないこれ。倒したんじゃないかもしかして俺。いてたこれもしかして。あまだ1個ある。短期決戦で行くこうなったら。あれあれまだ大丈夫、まだ終わってない。まだあと1個残ってんな、どっかに。自動回復ちょっとはしてんのかこれもしかして、まあ、最後にマグナム打ち込んで終わらせるかこれ。よし終わったんじゃないこれ本当に。あでも消えてった。えまだ生きてんの。嘘でしょ。なんで全開。あ、逃げるんだ。これは逃げ道なくね。完全に第二形態じゃねえかよさっきの。火炎放射器っていうかさ、もう火炎放射器じゃいらないけど、ナイフも絶対いらないし、あ、セラムね。That cleanses the body。これさ、打てばいいんじゃないかな。これ絶対いらないし。火薬2個これもう始まるパターン。ちょっと待って、これさ、もしかして、うわーこれちょっと待って、うわー失敗した。そういうこと。そういうことかよ。アイテムボックスも戻れないんだけど。 D シリーズのさ、あれ打ったらどうなるの。あ、打てないんだもん。いや失敗した。This is getting old, Jack.しゃがんでれば当たんないんじゃない。走り回りながらなと。もうやるぞこうなったら。いや回復薬はなんとかなるだろう。まず上の方の相手も全部取るぞ。完全に突然変異してる。これ取れる相手も全部取った。取れる相手も全部取ったから一回じゃ下を置いて。こっち行けん。ちっやるか。まあいい。普通のハンドガン持ってる。まずこれ全部撃つ。マジやでリロードした。失敗した。これせめて打ち尽くしたら変えよう。
あー避けてもダメかこれ。あ待って、なんで見ようとするのさっきから俺。ちょっとちゃんとの残りのダンス見ろや。ダメで入ってくるとは思うけどさ、ここにいれば安全なんじゃない、意外とここにいれば当たんないんじゃないか。ほらほらほら全部尽くして変えて、ここには当たんないな。ちょっと頭先に壊せば。動くな動くな。いや動かれると当たらんな。狙いやすいところはマグナム使ってか、確実に当てられるところはマグナムで壊す。よし、 OK、 これなら当たんない。しゃがめばいい。 OK、 これでいけるか、落ち着いてやれば。まあ、なあルドウィークとかソウルシリーズの数々のボスを俺は倒してきた。このくらいなんて、ここから狙いやすい場所は下に真ん中ら辺にいれば大丈夫。来るなこれ、やばいやばいやばい、相当根は深いぞ。俺は正当防衛者だけだ。それ食らう。いやダメだこれがダメだ、こんにちはダメだ、横にずれないとここの攻撃来た。落ち着け、下来たら上上がったもんだな。こう俺なら当たんないな。一回マグナム使って、よし、ここからマグナム使ってます。あ、絶対確実に当てられるなと思ったらマグナムに切り替えて、食らうか。あえて一回上上がってみっか。下にいるときは上から撃てばいいんじゃないか。上がってきた。やば。いい感じでかわして落ちた。さあ追ってきやがれ。マグナム解禁する？前にショットガンか。ショットガンでもちょっと当たる。回復力もあと1個あるし、なんとかなるか。あ、なんかこれじゃマグナム。いや全然ないな、もう狙える目玉みたいなやつ。こっちにはもうないのか。後ろ回んなきゃダメだ、後ろ回るぞ。カメラの向きが、ショルダー打ち、問題。ショルダー打ちはタイタンフォール2で鍛えたぞ。後ろにそういう攻撃もあんのか。ここからでも狙えそうな気がするんだよな。いやー
まだまだ節約していくぞ。 OK! 今問題で、そっからどうすればいいんだ。で、これは一体どうすればいいんだ。利用としたのか。まだあるよ、見えまだあるな。しょい、他にあるか。目一回下がったんですよ。あ、後ろにもな、いや、ないぞ、もうどこにも。どこに目玉あるよ。あそこか。ほぼ一番狙いに来るな。どこにもなんとか。これどうやって狙うんだ、俺。ここから狙うしかないよな、下から。ダメじゃ入んない。いや、これどうやって尻尾のとこ狙う。よし、オッケー、オッケー。こっからが問題だぞ。マグナム解禁していくからな、この。え、一回上上がっとくか、俺この時点で。上がれない、上がれない、もう。どうした？どうした？はあ、まあショットガンいっぱいあるからなんとかなっか、今後も。マグナムはね、こういう時に使っとかないとね、何も落ちないの、アイテム的なこと。それは落ちないか。もういいよ。え？しかないのに。あと1個しかないじゃん、もう。ずいぶん冷静だな、ゾーイ。自分の親父さんがこんなことになってんだぞ。誰に使うんだよ、この最後の1個のセラムは。回復しとくか。グネードランチャーとか使わなかったの、結局ね。俺のまだ興奮が冷めやらない。ちょっと待って、一回ちょっと休憩。俺もちょっとお茶飲みたい。止めます。